マブラブ、アンリミテッドザ・デイ・アフター、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、響きが、大陸横断で何があったのかを思い出そうとしているところからですね。やっとちゃんとしたところが知れるんだな。なんとなく、ぼやっとは、ね、何があったかは大体わかるけど、はっきりわかるのか、結構えぐいよね。ご無理を言ってすみません。でも絶対に必要なことだと思うんです。それは理解しましたよ。ですが一つだけ言っておきます。治療を受けたからといっても必ずしも全部思い出せるわけではない。もともと人間の記憶などあやふやなものだ。まあそうね。構いません。今より少しでも多く思い出せれば。うん、まあ許可もクソも何もあった話ではないが、一応本来ならば正式な手続きがなければ受けられない治療だということは理解してください。ありがとうございます。いや、実は最近注意のような患者が増えてきているんですよ。え？俺みたいな患者？患者というと語弊があるかな。記憶を暗示で鮮明にしてほしいってね。医者としては勧められるものではないんだがね、家族や故郷のことをもっと鮮明に覚えておきたいと ね、 ね、断りにくい話だ。そうなんですか。最も貴重な薬品だからね、簡単には治療できる話ではないんだが、我々は日々の忙しさにかまけて忘れていたことと向き合う時が来ているのかもしれないな。俺もそうだと思います。ではそちらのソファに寝転がって楽にしてくれ。日本に帰りたい。帰らなきゃいけないんだ。私の家族が待ってるんだ。私が面倒を見ないとダメなんだよ。弟まだ小さいし、母さんの体調も良くないから。アサギ、帰れるさ。ほら食えよ。食って体力つけないとさ。本当に帰れると思う？ああもちろん。一緒に帰るって言っただろ。今日のは塩で味付けてるからいけるぜ。早く食っちゃえよ。どうした？食べたくない。目をつむって一気に飲み込んじゃえよ。我慢しろよ。ほら水だ。よし、いい子だ。バカ。食う気力があるんだから国にも帰れるぞ。俺帰国したら絶対に刺身食うぜ。大トロな。口の中で油が溶けてくやつな。元気だねあんた。今度川にぶち当たったら釣りしようぜ。針と糸は確保してあるんだ。アサギ、私さ、あんたを殺しちゃうかもしんないよ。何言ってんだよ。そんなことするわけねえだろ。だから人を殺してでも生きたいと思ってる自分がいるんだよ。襲ってくる敵だけじゃない。多分私はもう少ししたらあんたたちを殺そうとすると思う。何もかも羨ましくてしょうがなくなる時があるんだ。なんでこいつは私の食い物を食ってるんだ。なんで私の毛布を使ってるんだって。あれに帰って恐ろしくなる。私最悪の人間じゃないかって。その周期がだんだん短くなって
私あんたたち。お前はそんなことしねえよ。俺がよく知ってる。嘘だね。あんたと仙道が交代で眠るのは私の監視のためだろう。そんなんじゃねえよ。私が襲ってくるかもしれないと思ってるから。でもそれ間違ってないよ。違うって言ってんだろ。私はベータと同じになるんだ。あれだけベータを殺してきた私があいつらと同じに。だからベータと同じになる前に殺してくれ。わかったよ。お前の鼻がウォーリアー級くらいまで伸びたら殺してやんよ。それでいいだろ。少し寝るよ。ああ、おやすみ。連れて帰るぞ。絶対に。殺してあげるよ。あんただってこんなところにいたくないだろう。大丈夫、みんなで行けば怖くない。怖くないよ。アサギ少尉、落ち着いてください。お願い、正気に戻って。正気？私は正気だよ。あんたたちがおかしいんだ。安心しな、私もすぐ行くからね。約束だもんな、あんたと一緒に帰るって。アサギ少尉、動かないでください。頭を狙っていますよ。撃てよ。撃ちなよ。撃てんのか、あんたに。私はね、こいつと一緒に行くよ。本当に撃ちますよ。あんたの銃には一発しか弾は残ってない。あんた、死ねなくなるよ。それでも撃てるのかい？ここだけ聞くとすげえ冷静に見えるんだけどな。こいつはね、私と死んだ方が幸せなのさ。動かないで。アサギ。離せ。私に逆らうのが悪いんだよ。私が殺してやるよ。動くな。動かないでくれ。ナイフを置いてこっちに来るんだ。早く。少し歩けば次の街が見えてくるはずです。
張りましょう。厳しくなったら言ってください。予備の水持ってますから。置いていけよ。俺は仲間殺しなんだぜ。諦めませんから。絶対に諦めません。なんでだろう。なんて読むんだろう。何もたれかかるから。まあ、俺なんか捨ててくればいいのに。もう終わりでいいだろう。もう十分に苦しんだ。仲間はみんな死んだ。隊長も死んだ。あいつも。あいつって誰だっけ。思い出せないな。なんかあったっけ。今日中にあと10キロ歩きますよ。よくわかんねえな。どうでもいいか。どっちにしろ死ねば許してもらえるだろう。注意、大丈夫ですか。立ってください。注意、立ってください。注意、立つんです。もういい、捨てていけ。俺はこのままでいいや。ダメです。注意、立つんです。お前は行けよ。立ってください。あなたはまだ立てます。ヨーロッパに派遣されて北米の山の中で死ぬ。神様、あんたは何が言いたかったんだ。俺の人生だけじゃない、この地球全体ぶっ壊して何がしたかったんだ。もうどうでもいいか。どうせ俺はこの地で乾いて死んでいくんだ。ダメですね、私は。肝心なところではいつも何もできない。周囲に恩返しができればって思ってた。ゆずか、立ってください。そしていつもみたいに先に行ってください。私は後から追いつきますから。そうだ、注意が動けないっていうのなら食べてくれてもいいんですよ。ガリガリになっちゃったから美味しくないかもしれないけど、それで獣医が生き延びることができるのなら。もういいだろう。ここでこのまま二人で死んじまってもいいじゃないか。こんだけ苦しんだんだ、神様だって許してくれるだろう。最後に残された仲間と一緒に死ぬくらいの権利はあるだろう。ダメですよ。なんでだよ。もう、いいじゃないか。あなたは、私の希望ですから。あなたはいつも、私の前を歩いてくれていました。何も知らない私に、道を示してくれました。
知らずで臆病者だった私にいろいろなことを教えてくれました。あなたにはわからないかもしれないですが、それは私にとってはとても大切なことで。だから、あなたには生きていてほしいんです。たとえ、神様と喧嘩することになったとしても、悪魔に魂を売ることになったとしても、注意には生きていてほしいんです。最後まで注意を支えることができた、それが私に残された最後の誇りです。叫んだ。言ってください。立浪注意、捨てていっていいんですよ。ふざけんな。注意。ふざけんな。立てよ、ゆずか。お前がここまで連れてきたんだろう。さっさと立ち上がれ。こんなところで立ち止まってる場合じゃねえ。津波注意。ふざけんじゃねえ。こんなところで終わってたまるか。こんなところで終われるかよ。注意。ふざけんな。ふざけんじゃねえぞ。もうダメか。いや、諦めねえ。絶対歩けないなら這いずればいい。絶対に。もう指先一つ動かねえ。ごめんな、ゆずか。ここで助けが来るのを待とう。手は尽くした。あとは天にかけるのみ。付き合わせてごめんな。腹減ったな。よく助かったな、この音。F-15 アメリカ軍。このやろう。あれは生きろよ。まだ これで全部か。大丈夫ですかね、注意。仲間殺し、思い出さない方が良かったのかもしれないけど、なんというか、進むっていうことに関しては改めてこう得ることができたわけだからさ、知れて良かったんじゃないかな。ここで一旦区切ろう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。良ければ次回もよろしくお願いいたします。